2000年の噴火以来閉鎖されていた羽田と三宅島を結ぶ航空路について石原知事は来年4月をめどに再開する方針を明らかにしました。再開されるのは羽田空港と三宅島空港を結ぶ航空路です。風向きや風速など一定の条件を定めた上で来年の4月をめどに1日1便の運航を再開する方針です。島民が祈祷してですね、その瞬間からね、やっぱりそのアクセスに対する期待って当然あるわけですけども、まあ、一番便利な今の関係飛行機ですからね。ガスの実態ですね、どこにどういう形でどれぐらいの量が今あるかということの観測は今まで以上にまあその正確に把握できるようになりましたんでね、そのデータに沿って、全日空に働きかけてね、向こうも了承してくれました。東京都は去年12月から行っている火山ガスの調査の観測結果から 60% から 75% の割合で就航が可能だとして運航事業者の全日空と協議を続けてきました。東京都は火山ガスの放出状況を見定めながら最終的には噴火前と同じ1日2便の運航を目指したいとしています。お伝えしましたように三宅島は2000年の噴火災害以来およそ8年ぶり来年の春に航空路が再開されます。それだけに地元の期待も大きいと思います。そこで三宅村の平野村長にテレビ電話で話を聞きます。平野村長こんばんは。こんばんは、平野です。まずですね、三宅島の航空路の再開ですが、これ島民の悲願でもあったと思うんですが、率直なご感想からお聞かせいただけますか。やっとここまで来たなと本当に、安心してます。本当に嬉しいですね。はい、村長はですね、生活再建のためにも航空路は必要だというふうに随分と航空会社にも陳情を重ねていらっしゃったと思うんですけれども、この航空路の再開というのは、島の再建の柱でもある観光にとっても大きな意味がありますよね。そうですね、観光にとってですね、我々祈祷から観光観光と言っておりましたんで、ようやく飛行機がつながることによってですね、いろんなエージェントにもこれから売り込みをですねていくこともできますし、来年イベントもですね、大きないろんなイベントも企画できますから、そういう面ではまた大きな起爆剤になると思いますね。今回航空路再開という、大きな目標が達成されることになったわけですけれども、この生活再建のための次の目標は何でしょうか。私は大きな課題として2つ挙げておりまして、航空路の問題はこれでようやく解決ができるということを考えます。もう一つはですね、三宅の中に住めない地域がございますんで、火山ガスによって、そこの対策をですね、早急に手掛けていかないといけないんじゃないかということで、次のことをもうすでに考えております。村長は夏休みというのはお取りになったんですか。いや、これで一つの大きな課題、空港の問題が解決しましたので、これからちょっとですね休みをいただければいいなというふうに考えてます。そうですか、わかりました。今日どうもありがとうございました。三宅島といえばですね、11月の16、17、18と、三宅島バイクフェスタが開催される予定なんですね。先ほど平野村長もおっしゃってましたけども、大きなイベントもこれから企画できるということでね、大きなステップになるといいですね。期待したいですね。